生徒の安全を確保する目的で作られた全寮制への理解を得るために俺はオールマイトと共に家庭訪問に向かった。まずはジロン地下、必ず京香さんを立派なヒーローに育て上げてみせますので、全寮制についてどうか今一度任せていただけないでしょうか。ああ先生いいっすよ、頭なんか下げなくて。このおっさんオールマイトの戦い見てこんなロックな人に教えてもらえるなんてって泣いてたらしいっすもん。もっと非難されるものと覚悟してました。理解のある親御さんで助かった。そして感謝しますオールマイト。よせやいらしくない。それに次は爆豪少年の家だ。そううまくいかないと思うぞ。いや爆豪少年、わざわざ家の前で待っていてくれたんだね。オールマイト、聞きてえことがある。デクはあんたにとって何なんだよ。すまない爆豪少年、ここだけは晒せないんだ。生徒だよ、君と同様に善とあるヒーローの卵だ。やっぱ本当のことは言わねえか。だったら力ずくで口開かせてやんよ。まったくお前は合理性の欠片もないな。見ての通りオールマイトは重傷だ。そんなに体を持て余してんなら俺が相手してやる。オールマイト、私の後ろに。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。相澤君。分かってますよ、家の前ですからね。手加減はしますよ。テストだ、格闘だ。これで逃げて砕くぜ。うわっ、甘いな。加減はできねえ。てめえに笑ってやがて。めんどくせえ、でかい的だな。めんどくせえ、トロイ切るか、焦ろ。抽選だ、格闘だ。これで加減はできねえ。待ってろ、トロイ構いな。痛いとこはついてく。避けきれねえ、防寒色だ。うわ、間違ってたのかよ。ウィン。その抵抗は非合理的だ。アメージング。そんなに言いたくねえのか。だったらいいわ、家入れ。カツキ、あんた何やってんの。また先生方にご迷惑かけて。あんた家庭訪問のことバレてないとでも思ったの。バレバレよバレバレ。あ、寮の件ですよね。どうかこの子のことをよろしくお願いします。この学校はカツキを見てくれてるって思いました。こんなどうしようもないやつだけど、さっきみたいにみっちりしごいていいヒーローにしてやってください。爆豪のおふくろさんから話を聞くと、どうやら俺の会見を見て雄英を信頼してくれたらしい。これからは生徒たちを本当の意味で預かることになる。教師一同より一層気を引き締めなくては。